こっちだ。はい、こんにちは、有岡忠介です。宮田あゆです。なんと、希望ができました。しちゃいましたね、はい、本来ならですね、去年のリベンジということで、はい、四万十川 で、尺あゆと言いたいところでしたが、はい、台風で大増水、そこで急遽ここに来ましたが、はい、あゆちゃん、はい、この日のためにどこ？九州に行ってきました。九州どこに？はい、大内山、あと楠川、はい、尺あゆの方向。それでも28センチで、はい、今回本番の希望川で、はい、なんとか3取れればやりましょう、はい、目標36センチなんでね、できればそれに近づくやつを1匹でいいんですよ。サクアユするのやります。はい、それでは着替えていきましょう。はい、はい、せーの、はい、はい、いつものようにライトスタイル、超ライトスタイルです。道具は？道具はなんとここに。針は？針はいつものポケットに。あ、ポーチは持ってません。ポーチ持たない。はい、結構ここ、うん、ごちゃごちゃしてたので、ああ、なくなって、より快適に超ライトスタイルで、超ライトスタイルで、オッケー。そしたら、ここはガチ勝負のこのスタイルとライトスタイルで、はい、昨年のリベンジ、はい、シャクアユ釣りをやりましょう、はい、釣りましょう。おーい、はい、はい、とうとう、ヨボガーへ、シャクアユ釣りやってきましたね。やりますね、ポイントにつきました、はい、サオは私は、黒滝屋、ヤマキ、メガトルク、純正8号です。純正ということで、シャクアユを止めれるパワーも、ね、発展も、定量、風に強いので、強い、はい、軽い、私もそれでやりますか。僕は来ましたよ、2020年発売です、メガトルク。本来9メートルで使うの、今回ですね、本当にもこの大きいイボガの重たい魚を止めるために 8.65 というちょっとパワータイプです。はい、スイッチをつけまして最強バージョンです。しなやかなメガトルクが鬼のような様に急変するんで、とにかく見てください。お、行った、うまいな。行くぜ行くぜ。引っ張ってるなぐらいで、引っ張ったらいかんよ。あんま引っ張ってかん、そろそろって感じ。もっと広く持たれる、もっと広く持たれる、そうそうそう、風が邪魔やね。かかったらどうしたらいいんですか。かかったらもう思いっきりこっち、そっち、竿こっち、30センチを抜こうなんて考えたらダメよ。1年に1回終わりの聖地、イボ川やよ。ここは日本記録のアユアユ聖地。有岡さん、終わりのコツってあるんですか。終わりのコツ、うん、うにゃ、うにゃ。いや、あの、なかなかこう、これ取りにボンってこいんやん、今のアユ、どうしても。だから、こう、絡んでくるやつを上手にこう、来たらこけると思う。オッケー、こけてやれる。お、ちょっと一番大きくなる、今まで何センチ釣りました。まだ、31.8。おお、目標の36センチにはほど遠い。やっぱそれは時期とかもありますか。一発勝負、今の時期だけやもん。うん、ちょっとやろうかな、気になってきた。今年初のイボ川スタート。有岡さんの9メーターなんですか。865、短くした、風強いから。865軽いわ。強い、風が強い。これは難しいね、風が、風が大変、ね、
待って、重りを 0.85 の重り、よし、よっしゃよっしゃ、うわー抜けるよ、これ軽いもん。おりゃおいボス三段のあれで、うわうわマッキーになった、こういう時期24とか5ぐらい楽勝。もうこのメガトロフここまであれば26、7までは全然とりあえずいいんじゃない。さあ来てください。次サクワユ狙え、サクワユ、よっしゃ、これは入ったら橋行こうか、下下ろった、これはいかんわ、これ立てれんもんね、人が言うこと引っ張れそうや、よし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 、これも一緒ぐらいや、これも一緒ぐらいや、これはもうオスの、これもオス、これはもうかわいそう、こっそあゆも終盤ですよ、これ見るとねらいはサクアユだけ、他はいらない。この時期厳しいね、うん、本当に追い鮎というよりも寄ってきてる感じがあるからなかなか。有岡さん来そう？マジで来た、マジで来た、ほらマジで来たけど悲観もほら実際ほら小さい、ほらこれ20センチぐらいしかないよ、おもりつけようか、2号ぐらいのもりよ、おおおお、よっしゃよっしゃ、ちっこいな、でも全部ちっこい、なんとか尺はいこんかな、おもりを取ってあの向こうのちょっと浅いとこへ、あの向こうへ、お、糸にすき当たる、来るんじゃないかな、おっしゃー、これから入れ上がりや、おれや、おい26、7ぐらい、これ来たね、よっしゃこれから来るで、これからよっしゃよっしゃ、おっおっ、
り時間少ないけど釣れそう。やばい、もう火がもうすぐ落ちちゃう。やばい、絶対釣ろう。誰も釣れんな。お、あの方釣れた。チャグ？でかい。あれでかいわ。あれ釣りたいな。もうちょっとハリス長くしようかな。なんかあんな鮎を見ると断然ハリスが短い気がする。ハリスを変えます。かなり長くします。これから水あ、あっし、え、あっしゃ、よっしゃ、このサウナシナリオを見ると最高ですね。25センチ。あと5センチ。寒いよね。ラストスパート。頑張ろう。もう真っ暗になるこれ。うん、これ以上。お、おっしゃ。この時間にすごいな。あんだけ立ち込んで。これで良かった。もちろんね。やばい、夕日を見ながら。オッケー、でっかい。やった。やった。やりました。もうすぐ日が暮れる真っ暗なところで。まるまる太い。はい。はい。今年も昨年度よ。月が見えてまして、なかなかこの暗闇で竿がぐっと入るの見たよ。見ました？見た。最後あのやり取り見たけど結構でかいんじゃないかなっていう感じ。うん、最後ちょっと本当に緊張しましたね。見た。うん、ちょっと計測、はい、ちょっと見てください、ね、やってみましょうよ、はい、さあ行こう。行くぞ。よし、さあ魚一番行くぞ。綺麗な魚やん。どう？あ、お、見てない、いた、いましたね。あ、20、8あるんじゃない？これ8あるんじゃない？8あるんじゃない？8ある、綺麗。すごいやん。黒い海で光るね、鮎が。光ってますね。背中太鼓もいいやん。背がかりやん。そう、背がかり。そりゃ引くわ。髪に上がっていた。最高です。 8.5 で、もう全然もう楽勝。パワーめちゃくちゃある。本当にもうこの魚とあの竿の曲がり大満足。大満足、まあね、あ、僕は釣れんかった。今の竿曲がってましたね。もっとけど曲がると思う。あのメガト力はそんなもんじゃないです。ぐっと曲がるから。はい、今日はどうもお疲れ様でした。はい、私もならずと。いや、これはね、尺は以上の価値があるよ。この暗闇で。いいですね。うん。じゃあまた来年お願いします。また来年。はい。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい。